画像は安倍一二三選手がパリ五輪金メダル獲得後の画像。柔道家の安倍一二三選手がパリ五輪の柔道男子66キロ級で金メダルを獲得し、2連覇を果たしたことが話題になる中、人気グラビアアイドルの橋本里奈さんが現地で試合観戦していたことが注目されています。画像は橋本里奈。安倍一二三選手の恋人。安倍一二三選手の家族だけでなく、 恋人の橋本里奈さんも別の席で試合を観戦し、中継に映り込む場面もあった。画像は橋本里奈がパリ五輪で阿部一二三選手の試合応援中継映り込みシーンの画像。橋本里奈さんが阿部一二三選手の家族も着用していた、チーム ABET シャツを着て応援していたと報じられました。画像はパリ五輪で阿部一二三選手応援の橋本里奈。 橋本里奈さんは安倍一文選手の応援に行ったことは明言していませんが、試合後にインスタグラムのストーリーズを更新し、日本国旗と炎の絵文字を入れて、レトワール凱旋門の写真を投稿し匂わせをしています。画像は橋本里奈がパリ五輪で安倍一文選手応援の匂わせインスタストーリー画像。安倍一文選手と橋本里奈さんの交際は、2022年9月に週刊し、 週刊文春のウェブ版、文春オンラインがスクープしました。二人は共通の知人の紹介で出会い、お互いに関西出身で意気投合して2022年4、5月頃から交際をスタートさせたとのことです。所属事務所も交際を否定せず、昨年1月には、フライデーが二人の交際を報じ、東京都内のマンションで同棲生活をスタートさせていると報じられました。 画像は安倍一文選手と彼女、橋本里奈。橋本里奈さんは昨年12月に、安倍一文選手と妹の安倍歌選手が兄弟揃って優勝した、グランドスラム東京2023の試合会場に顔写真入り内輪を持って彼氏を応援しに現れました。画像は安倍一文選手応援の彼女、橋本里奈。安倍一文選手を応援し、 パリ五輪でも応援に行く姿が目撃され、パリ五輪後に結婚するのではないかと注目されています。フライデーが2人の同性交際を報じ、関係者の間ではパリ五輪後の電撃結婚が噂されています。橋本里奈さんも30歳になり、いつ結婚してもおかしくない年齢です。2人の今後に注目です。柔道男子 66kg 級の安倍一文選手がパリ五輪で金メダルを獲得し、 感動の声がネット上で寄せられています。安倍選手は2連覇を達成し、妹である女子52キロ級の死選手が敗北したことによる悲しみも背負いつつ、笑顔でメダルを手にして感謝のコメントを投稿しました。ネット上では安倍選手の勝利に対するお祝いの声が多く上がっています。パリ五輪で、柔道男子66キロ級の安倍一二三選手が金メダルを獲得し、 感動の声がネット上に寄せられています阿部選手は2連覇を達成し妹の志選手が敗北したことに胸を痛めながらも金メダルを手に笑顔で喜びを表現インスタグラムストーリーズでファンに感謝の気持ちを伝えましたネット上では阿部選手へのお祝いの声が多数寄せられていますパリ五輪で柔道男子6 6キロ級の阿部一二選手が金メダルを獲得し 感動の声がネット上で寄せられています。阿部選手は2連覇を達成し、妹である女子52キロ級の死選手が初戦で敗北したことに胸を痛めながらも、金メダルを獲得しました。インスタグラムストーリーズでは、1、2、3選手がメダルを手に笑顔で感謝のコメントを投稿し、ネット上では多くのお祝いの声が寄せられています。千二十四年七月十六日からフランス、パリで開催されている、 カリ五輪開会式は夏季競技大会史上初めてスタジアムの外で行われ選手たちが船に乗ってセーヌ川を進む姿などが話題を呼びました世界中から選ばれたトップアスリートが集う五輪で毎大会話題になるのが各国のメダル獲得数特に金メダルには世界中から注目が集まりますよねそこで今回は現在の日本の金メダル獲得数を紹介します N7 月29日18時時点の金メダル獲得数は4個 N7 月29日18時時点では日本の選手の目覚ましい活躍により4個の金メダルを獲得しています日本のお家芸ともいえる柔道では女子4 8キロ級で角田夏実選手が今大会での日本の金メダル第1項をもたらしたほか男子6 6キロ級で安倍一二選手が金メダルを獲得しました 15歳の赤間凛音選手が銀メダルで、日本人選手がワンツーフィニッシュを決めたことでも話題になりました。また、フェンシングでは男子エペ個人で、加納虹輝き選手が金メダルを獲得。フェンシング個人種目で、日本勢史上初の金メダルという快挙を成し遂げました。過去の大会での獲得数は、過去の大会を見てみると、 2020東京大会では過去最多となる27個の金メダルを獲得。金、銀、銅を合わせたメダル数でも過去最多の58個を記録しました。今回のパリ2024五輪では、果たして何個の金メダルを獲得できるのでしょうか。ネトラボリサーチ。2024年7月26日からフランス・パリで開催されているパリ五輪。 開会式は夏季競技大会史上初めてスタジアムの外で行われ、選手たちが船に乗ってセーヌ川を進む姿などが話題を呼びました。世界中から選ばれたトップアスリートが集う五輪で、毎大会話題になるのが各国のメダル獲得数。そこで今回は、日本の金メダル獲得数はいくつになると思うというテーマで、現在の日本の金メダル獲得数を紹介します。 7月29日18時時点の金メダル獲得数は4個7月29日18時時点では日本の選手の目覚ましい活躍により4個の金メダルを獲得しています日本のお家芸ともいえる柔道では女子4 8キロ級で角田夏美選手が今大会での日本の金メダル第1号をもたらしたほか男子6 6キロ級で阿部一文選手が金メダルを獲得しました スケートボードでは14歳の吉沢恋選手が女子ストリート決勝を制し金メダルを獲得15歳の赤間林音選手が銀メダルで日本人選手がワンツーフィニッシュを決めたことでも話題になりましたまたフェンシングでは男子エペ個人で加納虹輝選手が金メダルを獲得フェンシング個人種目で日本勢史上初の金メダルという快挙を成し遂げました金 銀、銅を合わせたメダル数でも過去最多の58個を記録しました。今回のパリ2024五輪では、果たして何個の金メダルを獲得できるのでしょうか。ネトラボリサーチ。2024年7月26日からフランス・パリで開催されているパリ五輪。開会式は夏季競技大会史上初めてスタジアムの外で行われ。 選手たちが船に乗ってセーヌ川を進む姿などが話題を呼びました世界中から選ばれたトップアスリートが集う五輪で毎大会話題になるのが各国のメダル獲得数特に金メダルには世界中から注目が集まりますよねそこで今回は日本の金メダル獲得数はいくつになると思うというテーマで現在の日本の金メダル獲得数を紹介します 7月29日18時時点の金メダル獲得数は4個7月29日18時時点では、日本の選手の目覚ましい活躍により4個の金メダルを獲得しています。